こんにちは、土の子です。今日は6月9日バチドレルセンター練習台はゲームボーイアドバンスのカセット任天堂 DS ライトでも遊べるっす。じゃあ練習スタート。僕はアドバンス SP 持ってましたね、あの2つ折りのやつ。さあこれは真ん中に、よいしょ、真ん中にまずは落とす。そして隙間ができたとこにまた落とす。いいんじゃない？おお！マジっすか。わ、いい感じになるな。そしてこう落としておだ。おお、いいじゃん。サンテコンプ悪くないね。真ん中にしっかり落とすのが、あー、ずれた。真ん中にしっかり落とすのがポイントだけど、あー、やっぱこうなったら結構きついね。さあ、こい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 。お、2プレイ無料きた。久しぶりの2プレイ無料、頑張りたい。2大コンプ行きたいね。よし、まずは取ってないバッジをしっかり取っていこうか。これから奥のバッジを取っていく。どうだ、いけ。うわマジか。結構落ちないもんだね。いくぜ、頼むぜ、一歩落ちてくれ。橋になっちゃった。結構きついぞこれ。あと2プレイはかかりそう。まずは4つゲット。おしゃれプレイいっちゃうよ。いくぜ。グイ押しでいいのかな。ちょっと左がなんかあるのが気になるけど、あ、うわー、左ギリ止めダメだこれ。ちょっとやべえ、マジか。ちょっときつかった。ちょっと手前で落とさないとしっかり下まで落ちてくんない。頼む、行ってくれ。手数かかっちった、やっべ。いや厳しいね。よし、これは大丈夫だよね。よし、いや手数かかっちった、やばい、どうしよう。さすがに2手は難しいな。どこも3手残ってればまだ希望があったんだけど、下のバッジ2つを間を取るみたいな感じで。どうだ、ぐーっといってくれ。やっぱりこう残るよね。これはあと1手じゃ取れない。しかも全部取れてないバッジ、押し出して取るみたいな。うまくいかないかな、押し出して。無理だ無理だ、これもやっぱり4手かかっちゃうな。アドバンスとゲーム大量だけどコンプは2台はできずでした。はい、それじゃあ今日のミーバスコーナー行ってみましょう。今日のマニアさんはネイティオマニア。悟りを開いた目なんすかね。ネイティオの鳴き声と顔ちょっとモノマネしてもいいっすか。トゥトゥー一文字で書いてあるね、下にトゥートゥーって。そういうことか、ネイティオ悟りを開いた目なのかな。ちょっと壁画にいそうな感じだよね。はい、今日はここら辺で終わると思います。今日は練習台でね、アドバンスの爆弾台来たんですけど、結構最初ねうまくいって、真ん中に入れてね3手でコンプすることできました。でもその後ねちょっとずれて失敗してしまって、本番ではね最初に新しい台やってから、まあ、3手残ったらやろうかなと思ったんですが、本番台の方でね5手使ってしまいました。ハンマーねサクサクいけるかなと思ったんだけど、ちょっと壁押しを封じられていたのかね、後から気づいてしまって手数かかっちゃいましたね。でも明日もね楽しくバチ取っていこうと思うんで、よかったらまた明日も見てください。それじゃあ土の子でした。